胸元につけられた SDGs のバッジ。階段には SDGs の17の目標が貼られています。ここは郡山市にあるリコージャパン福島支社です。実はこの会社、 SDGs に積極的に取り組む企業として他の企業から講演を依頼されるほど、社員に SDGs が浸透しています。壁一面に並んだロッカー、その目立つところに SDGs の目標が貼られています。社員が使っているロッカーに SDGs のステッカーを貼ることで普段から意識してもらおうと去年始めました。入社3年目になるんですけども、入社してから SDGs というものを知りましたね。結構目につくと意識するようになります。最初はやっぱり難しいですね。なので、全部覚えるんじゃなく、まず自分の身近なところで何があるかなとか、うちの会社は何が取り組めてるのかな、なので一つずつちょっとずつ覚えながら。リコージャパンといえば、コピーとファックスの複合機を販売している会社として知られていますが、オフィスの中央に置かれたファックスからはほとんど紙が出てきません。使われていないのでしょうか。紙で出力することはなく、各担当者の方にメールでお送りすることで紙の紛失などを防ぐことができます。紙のその削減というのにはつながるんでしょうか。はい、つながると思います。ファックスが送られてくるたびに自動的に印刷するのではなく、受信したデータを担当者にメールで送り、必要なものだけを印刷することで紙を無駄にしないようにしています。さらにこんな取り組みも。あ、リコージャパンの経営さん、いつもお願いします。ありがとうございます。本日はどうもご了承ありがとうございます。よろしくお願いいたします。この日、営業担当者が商談に訪れたのは郡山市の製薬会社です。取り出した新たなコピー機の提案書には、消費電力やコストだけではなく二酸化炭素の排出量が書かれています。こういったの植樹、マングローブをですね、植えさせていただいているというふうなことをさせていただいております、はい、さらにコピー機の購入1台につき、東南アジアでマングローブを1本植樹していることも、他の企業との差別化を図る強みの一つになっています。問題がなければそのまま再リースって形になるんですけども、こういった材料が入ることによって、新しいものに変えようっていうふうになる可能性があるかなと思います。この日は週2回の農産業デーです。支社長の松井さんがスマートフォンを手にしていました。一生懸命なんで、みんなやっぱり仕事人間なので、なかなか帰らないですよね。私が言葉で言うとちょっと威圧が強いので、みんなに帰ってね、早く帰ろうねっていうスタンプがあるんですね。それを今ちょうど打とうかなと準備しているところです。スタンプを選んで一斉送信。社員がスマートフォンを確認すると、画面に表示されたのは、帰るとしよう、そろそろ帰るよというスタンプです。毎回スタンプで送ってもらってます。まだ気軽でいいなと思います。お疲れ様です。失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様です。定時の5時半を過ぎると続々と社員たちが帰っていきます。 SDGs の目標の一つ、働きがいも経済成長も
こうして実践しています。じゃあお先します。わずか10分ほどでフロアの全員が帰宅しました。17つのゴールがありますけど、17つ全部をやらなきゃいけないってことではなくて、一つ一つの活動が何番になるのかなと、こんな考え方を持つことからが重要なんじゃないかなということで、持続可能なっていうことは民間の会社ですので、私たちも本来の事業、いわゆるなりわいがきっと黒字でいなきゃいけないんですね。事業と SDGs は別だっていう考え方ではなくて、事業そのものが SDGs に必ずつながってますと、その概念でまずやることが一つですね。